新年明けましておめでとうございます。今年もキーチャンネルは邁進していきますので、どうぞよろしくお願いします。早速本題に入るのですが、元旦にアップされた動画を見ていただけましたでしょうか。初めてのマービックプロで撮影してみた動画になりますが、どうですか。最初なので一切露出や色やサイドなどを編集時に手を加えない完全オリジナルですが、なかなか色の乗り方も良くて逆光にも強く、一番感動したのは日没後の微光量化で見た目上のノイズ感が非常に少ないので、暮れていく微妙なトーンが再現できていて、 PC で見た時は本当に感動しました。よくこれだけ小さなセンサーでこれだけのラッチュードがあったなぁと感心させられます。焦点距離が超広角から広角レンズになったことにより、ピント合わせが必要になったにもかかわらず、今回の初撮影は非常に安心して撮ることができました。後でお見せします動画も露出を含めて失敗したカットは一つも発生しなかったです。これからお話しする設定をすれば余計な心配事はなくなるとウッキー自身は確信し、操縦に専念できると思いましたので、マービックプロの皆様はぜひ試してみてください。皆さん、この送信機の背面にある C1、C2 のこのボタン、ショートカットボタンは何に割り当てていますか？ウッキー自身はさほど重要視はしていなかったのですが、強いて言えばファントム3の時は主にカメラを真下に向けるぐらいだったのですが、この2つのボタン、マービックプロになってからは押しまくりでした。どちらでも良いですが、1つは、ピントをオートフォーカスで合わせるボタンにし、もう1つは露出の中央部重点速攻に割り当てました。これが大正解で、シーンが変わるごとに両方のボタンを押すだけで、前回の初動画やこの後に流す動画のように非常に良い感じで撮れていました。より操縦操作やフレーミングに専念できると思いますから、ぜひ試してみてください。具体的な設定場所としましては、この右上をタップして上から爪ですね、3つ目をタップして、こんな感じですね。ここです。C1。ウッキーの場合は、中央重点オートフォーカス。C2 の場合は、中央重点速攻です。こういう風に割り当てておくと、この C1、C2 を押した時に反映します。実際に押してみると、こんな感じで。今、中央にロスがありましたね。で、もう一つのこっちも押してみると、感じでピピッとなってピントが合いました。それからもう一つ、ファントム3の時も場合によっては使用していましたが、飛ばしてから水準がずれている時などはジンバルからジンバルのロール補正で合わせることができるので安心です。具体的にはこのまた右上をタップして、でこのカメラのマークですね、タップして、で、このジンバルロールを調整する。これです。これで飛んでから後でのね、この傾きがあれば、こんな感じで調整できますからね。自由に調整することが可能です。飛ばしてから後ではね、もう水準が狂っていっていうのはめんどくさいですからね。いちいち下ろしてっていうのは。もう今の設定方法で水準を合わせてください。あと、ウッキーがよく調整する機能としては、この右上をタップしまして、このカメラのところですね。カメラをタップして、で、このジンバルパラメータ設定の詳細設定ですね。ここの一番上、ジンバルピッチっていうところ、ここが50になってるんですけども、50になってるのを、ウッキーはもう1にしています、いつも。はい、1になりました。そうすると、ここですよね。カメラをゆっくりとレンズを下に下げることができます。最大にしてもこれですからね、アングルの調整がしやすいです。
こんな感じで滑らかな映像が撮れるので、機はおすすめです。先ほどのお話戻りますと、オートフォーカスは画面をタップしてもピントが合いますが、 C1、C2 を使うことによって頭の中での操作整理ができて安心できました。皆さんも一度ぜひ試してみてください。以上で今回の動画は終了しますが、まだ見ていない方は、この動画でマービック関連は4本目なので、この動画を最初に見られた方は過去の3本もぜひチェックしてみてください。よろしくお願いします。次の動画は先日届いたマービック専用のフィルターのお話をしようと思っています。商品だけちょっとお見せしますと、こんな感じで、こちらが UV フィルターですね。で、こちらがサキュラー PL フィルターになります。なかなかね、作りもしっかりしていて、表面のね、このコーティングもされているので良かったです。次の動画ではいまいち変更の意味がね、わからない方のためにも詳しく説明しますので、よろしくお願いします。この後は伊豆でテスト撮りした空撮でお楽しみください。一切無加工でフィルターなども使用していません。では次の動画でまたお会いしましょう。バイバイ。Thank you.